ラフスケッチを描いた際に、トリムと延長コマンドを使用することで、すべてのスケッチ線を再度書き直さなくても、セグメントを再構築し、スケッチをきれいに整理することができます。例えば、これらのスケッチプロファイルは、それぞれ他の線と交差していたり、線の長さが足りておらず、正しい輪郭になっていない箇所があります。これらを整えるために、トリムや延長コマンドを使うことで、きれいに整理していきます。両方のコマンドは、スケッチプルダウンメニューから、または右クリックした際に表示されるスケッチフライアウトメニューから実行することができます。さらに、トリムコマンドは、キーボードショートカットで T キーでも実行できます。スケッチにトリムや延長をする必要がある要素がある際には、まず延長して、次にトリムするのが最適な方法です。いくつかのラインを延長するところから始めましょう。延長コマンドを実行します。閉じていない線の端の方にマウスを乗せると、延長された線が赤いプレビューで表示されます。いくつかの線を延長してみましょう。プレビューが出た後にクリックするだけで、簡単にその線が延長されます。この機能は線分にのみ限定して機能するものではなく、円弧のような曲線を延長することもできます。ラインを延長する際に、延長した先に他の曲線がない場合でも、最も近い別のラインとの仮想交点の位置まで延長されます。これはコーナーを閉じる際に非常に便利です。例えばこの線を延長してみます。クリックするとその先にある垂直線との交点位置まで延長されます。続けて垂直線を選択することでスケッチのコーナーを簡単に作ることができます。スケッチを延長することができました。続いてトリムをしてみましょう。トリムコマンドを実行します。マウスを乗せるとトリムされる部分が赤くハイライト表示されます。いくつかの線をクリックしてトリムしてみます。最も近いスケッチ要素との交点の位置でトリムされていくのがわかります。何も要素がない位置からドラッグすると、マウスが通過した位置のラインをトリムすることができます。一箇所トリムしてみます。そしてマウスクリックしたまま一度の動作で残りの箇所を通過するようにマウスを移動していきます。もう一箇所、円の上側にある線分をトリムしてみます。すると、分断された直線には、同一直線上の高速が自動的に付加されます。線分の真ん中のセグメントがトリムされた場合にも、それぞれの線分が常に同じ直線上に位置することが保証されます。3D フィーチャーを作るために必要なのは、閉じたプロファイル領域ですので、トリムと延長コマンドは必須の機能ではありません。しかし、余分なラインをトリムすることで、スケッチは明確に定義され、編集がしやすくなります。